解説マン村井さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあ今日は受験シーズン本番の今ちょっと気になる話題を解説してもらおうと思います。はい、今日は高校入試の仕組みです。はい、一般入試と推薦入試の2種類がありますが、推薦入試の仕組みは公立高校と私立高校で違いがあるのです。はい、それがこちらですけれども、選願制と併願制ですね。はい、公立の場合は合格者が入学を確約しなければならない選願制だけですが、私立の場合は選願制と併願制があります。はい、併願制とは私立高校の推薦入試に合格した後でも第一志望の公立高校に合格した場合はその公立高校に進学ができるという制度です。うん、受験生には学校の選択肢の幅が広がるというメリットがあるのですが、実は学校側としては毎年悩ましい問題なんです。そうらしいですね。これ必ず合格者が入学するわけではないので、厳選してしまえば定員割れのリスクがありますし、かといって多く合格してしまうと今度は定員をオーバーする可能性もあるということなんですね。はい、合格ラインをどこに設定するか、これは学校の判断と言えます。こちらについての詳しいお話、村井さんと一緒に北陸学院高校の校長先生に伺いました。併願で受けた人たちは公立高校をその後受験していくっていうことになるので、実際にじゃあどれだけ入学の手続きをするかっていうのは、はい、分からない。分からない。そうなんですね。そこがなかなか大変、読み方が大変なところですね。こう話すのは北陸学院高校の堀岡真紀子校長。北陸学院の場合、1学年の定員は200名です。理想を言えば推薦入試の合格者数があらかじめ確定していると、残りを一般入試で募集すればよいということになるのですが、併願の合格者が選願に変えてくると。併願で考えてらしたんだけれども、その後公立高校を受験することをやめるということが起こるっていうことなんですよね。その結果、推薦入試合格者数が想定以上に増えてしまうので、合格者が多く出せない、一般の方で出せなくなっていくっていうことになります。これ堀岡校長は教室や教員の数が決まっているので定員を急に増やすことはできないというふうに話していましたね。はい、私の勤務する大学もそうですが、定員割れは学校の経営に関わってきますから合格ラインの設定は難しいんです。なるほど。ちなみに公立高校の場合は各学校の一般入試出願倍率が公表され、それをもとに出願変更ができる仕組みがあります。こちらは定員が決まっている分、出願倍率から合格ラインを予想し受験生の方で変更する形です。今回加賀地区の私立高校で推薦合格が多くなって一般入試の定員が限られてしまったという話がありましたが、これ学校側としてはどうしようもないこととも言えるんですが、受験生は驚いたでしょうね。そうでしょうね。今後ももし今回のような事態になった場合には、受験生に早めに伝えられるようなシステムを作ってほしいと思いますね。そして今年の受験生の皆さんは動揺せずに公立入試に向けて全力を尽くしてほしいと思います。入試まであと1週間余りですから、それぞれの春を掴んでほしいと思います。以上、村井さんでした。